Can you tell us a little bit more about your work? いわゆる日本の伝統的な画材とかテクニックを使いながら、でもそれをどうやったら現代のものにできるかっていうのを考えながら絵を作っています。なってからもっとフォルムとかを気にしなくても、こう自分の筆跡とか勢いとかでこうお花を表現できるんじゃないかって思うようになったから。 I'm curious because I have this obsession with colors. Why were you attracted by this color? 金箔を使った絵画のスタイルって500年600年ぐらい前から描かれていて、日本の絵画のベースを作っていると、その歴史の中で自分も同じようにそれを作りたい。 Now about us, the original art piece. How does it feel actually to see the lipstick?プロダクトにするのは今回初めてやったんやけども、彼女はこの金色のところが全然安っぽくなくてごっつええなと思ってます。